オアシスポケット。親指シフトキーボード採用型である。オアシスポケットは、富士通が発売した、携帯可能なワードプロセッサー端末である。1991年にオアシスシリーズの、携帯用として開発された。持ち運びに便利なようにシリーズ第1作目は、大きさ2 2 5 × 1 4 0トル重さ5 3 0ムと当時としては、非常に、 小型化されていることが特徴である。富士通が買収した米ポケイ PC 社の技術が用いられている。また小型ではあるが親指シフトのフルキーボードを備え、文書作成、メモ、通信、電卓、アラーム機能が搭載されている。電源は炭酸アルカリ乾電池2本で10時間使うことができた。また、専用の外付けフロッピーディスクドライブと接続し、 これにテキストファイルを保存することにより、パソコンなどとデータを交換することができた。機体の底面には、オアシス30シリーズと共通の IC メモリカードのスロットを2つ有している。フロムカードとしては、ストレージとしての SRM カードのほか、各種のソフトウェアを収容した SRM カードがあったが、フロッピーディスクドライブと接続する場合には、 スロットの片方には常に3.5インチフロッピーサポートカードを装着しておく必要があった。シリーズ2からは AC アダプタが付属している。パソコン通信機能が内蔵され、携帯通信端末としての用途が広がった。1994年に同シリーズの3作目が作られた。本作からローミドースマシンとなり、MS DOS アプリケーションソフトウェアを動かすこともできた。 また、全2機種に比べて、CPU が強化され、動作が軽くなっている。そのサイズとキーボードの出来の良さから、超小型ワープロであるにもかかわらず、PDA 用途に用いられたまた、JIS キーボードモデルは PC、PC-9801 ユーザーなど、当時の一般的、パソコンユーザーからのサブマシンとしての指示も集めた。予定表、住所録などの独立キーを持っており、 独立キーは汎用のファンクションキーとして他の DOS アプリをオートクゼック、バットを書き換えて割り当てることができた。しかしカスタマイズ性の反面バックアップ用のボタン電池が切れると起動不能になりシステム復旧が必要になるというワープロ専用機らしからぬ面もあった。単三電池2本で実用的な持続時間を持ったマシンではあるが電池の電圧にシビアであり かなりバッテリーを余らせたままの状態で、電池交換を余儀なくされてしまう。内部のコンデンサを交換し容量を増やすことで、電圧が安定し、駆動時間をさらに伸ばすことができた。ルマン化改造と呼ばれ、パワーユーザーの間で一部流行した。充電池については、日課と電池での安定動作が確認されている。ありがとうございます。